ではですね、前回負けてしまったので異次元空間ひろきアタックパート2からやっていきたいと思います。入る、いや挑む、ひろきやっちゃるぜ、絶対勝ってやるぜ。意外とね難しいんですよこれ。俺も待ってたぞ、ついてってやる。っていうかひろき絶対コース知ってますよねこれ。いやちょっとずるいちゃずるいんですが決めてやりましょう。お、大丈夫、ちょっと今映像が大丈夫ですね、少し乱れたけど。よし、かけるくるくる、ナイス、かけるくるくる、いいぞ、かけるくる、お、いいんじゃないか。ちょっとあいつ押してきてるんだよな、少し押してきてるんだよな。よし、これで少し差をつけて、ここの前回あの落ちてしまったここを少し慎重に行く、少しこう慎重に行く、こうね。うわーマジー、うわっそー、テイク2でございます。あそこ落ちてしまったらもうほぼ勝ちなしですね。あそこ落ちちゃったら終わりなので、ちょっとやり直しております。ここ押すんだよなこいつ、軽く、よし、オッケーオッケー。ここでやっぱり差をつけたいんですよね。さっきの範囲は1回目で当たってしまった。ふっ、いい滑り方だひろき。ここでこう、こうですよね、ナイス、オッケーナイス、いい、順調だ順調だ。よし、空飛べ空飛べ空飛べ。で落ちて、ここがねダメなんですよ、ここおそらく火なんですよ、おそらく。かけるは、かけるじゃない、ヒロキ当た、ヒロキ当た、ヒロキ当たっておかしいな。いや、早い、あいつ早い、よし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 、おっしー、うわマジか、うー、おっしー、マジか。ではあの勝ちそう、何回かおそらくやると思いますが、ちょっと勝ちそうなところまであのカットして、ギリギリこう勝ってるところまで飛ばしたいと思います。これはいけたんじゃないかな、これはいけたんじゃないかな、これはいけたんじゃないかな、かけるかける、よし、これはいけたんじゃないかな、いけたんじゃない、よし、いきました、よっしゃ。5回目です、5回目のトライです。よし、あのくるくるの使い方をねちょっと理解しました、ひろきよ。何ですか今の、今のポンポンピーは何ですか、だろうな、それは分からん。では次の面に行きましょう。これはあのね前座でございます。よっしゃ、あのくるくるのジャンプするのをジャンプしてからくるくるしたいんですけど、あれはもうそもそも飛んじゃえば、ジャンプしないで飛んじゃえば結構早かったですね。ということで、近代わびさびテンプル入る、行きましょう。かけるくん、はい、説明お願いします。スペクターの居場所が分かったぞ。スペクター、あの白い猿ね。人間が文明を発展させた時代にいるようじゃ。はい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 、いよいよ最後の決戦じゃ。マジか、頑張ってスペクターを捕まえてきてほしい。そして無事に現代に戻ってきてくれ。わかりました、待っとるぞ待っとるぞ、はい、待っててくださいませ。行きましょう、近代です。こんにちは、こんにちは。ワーニング、ピーポーサルを7匹捕まえよう、12分の7、メダルは3。ベンチッドン、近代、おお、いいねいいね。あ、この面は好きかも、行きましょう。ではここの階段を登りましょう。おお、門がありますね。おお、忍者か、お、忍者だ、本当に忍者だ。うわマジか、あ、これ効かない、やりますね。お、猿が階段してる。捕まえるあなたのことをベイベーベイベーベイベー。おー、ちょい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 、チョンソー、危ねえ危ねえ危ねえ、意味わかんねえ言葉言っちゃった、チョンスンソーとか言っちゃったこれ
別にこれ中国の言葉じゃないですからね、これね、チョンスンソーっていうのは。お、猿出てきた。まさかの、まさかの猿出てきた。ドゥン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 。いや、あいつ銃持ってんだよな。よし。あ、やば。優しいな、俺。ドゥン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 。ドゥンドゥンドゥン、あ、ドゥンドゥン、俺から食らってしまった。アングルを整えれば。よし。うん、うん、マジか。よし。もうチャンスは与えない、サルゲーチュー、オッケー。お、ナイススライディングですの。中に入りたいと思います。どこにいるんだ、サルよ。眠っておるのか、サルよ。なんか、お、おー。はい、あれは東大寺ルシャナ仏でございます。はい、全然違いますと。ん、解析結果よ。パンツが緑のピポサルはとても目がいいわ。赤が強いんでしたっけ。で、青が遠くまで見えるってことですか。わかりました。ピヨーンと、まあ、音鳴りました。あ、ピョンは君か。いました。あ、なんで掴めなかった私。かける、滑った。サルゲ、見えないところでサルゲーチュー。危ない危ない、手裏剣、剣剣剣剣剣、オッケー。外行きましょうか。多分他のところもあると思いますので、他のところも行きましょう。バン、ドゥ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 。こっち、あれは井戸ですかね。井戸っぽいですね。井戸は入れるんでしょうか。あ、入れましたね。お、いそうです。これ読みましょう。一匹のピバサルを深追いしすぎると痛い目に遭うわよ。一旦離れて深呼吸を落ち着いていこう。ということは、あそこの一匹を追うのは結構大変ですよっていうことですかね。でも私はあの一匹を取ります。取ってみせます。来なさい。自分から来るなんて。あ、でも捕まえられなかったという。これそっちに行くんだろうーす。いや、カケルはこんなもんじゃ逃げねえぞ。行くぞ。今ちょっとあのカケルの気持ちが心の中に入ってますので、目の前に来た。サルゲーチュー、OK ですぜ。はい、 OK でございます。まあかける10歳なんでね、10歳なんでもうちょっと素直な感じだとは思いますが、これは何、これは何、ちょっと L2 で見てみましょうか。ん、ドラゴン、ちょっと何にも見えません。え、なんか壊れなかった今。ちょっと分かりませんね、分かりません。戻ります。何これ、これをくるくる回るとか、回るとか。ちょ、こっち、こっち見てやりましょう。かける、腰振っちゃって、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 じゃ何もないですね。ちょっと戻りましょう。ちょっと 星っていうかクッキー1ですが、せっかく捕まえたので倒れないでいきたいですね。危ない。こっち道があんのかな。クッキー、あ、猿の声が聞こえた。あ、いたいたいた。フィコンフィコンって聞こえましたけど、おーつい、あったかいんだから。あ、ごめんなさい、ちょっとちょっと喉があれでしたね。あったか、分かった分かった、かける分かったよ、かける分かったよ。お、これね、猿の一撃食らっても私死ぬんだよ。くるくる回そう。いや、ゲッチュー、びっくりした、ゲッチュー。あ、ラストじゃなかった。あと一匹いますね。よし、あったかった、あったかいんだから、分かった分かった、かける分かった。
よし、ではラスト、いや危ない、一匹捕まえに行きましょうか。よし、おそらく外にいると思われますと。すいません、これどうやって出るんでしょうか。すいません、これ、あ、これで出るんでしょうか。あ、 OK です。ラスト一匹捕まえに行きましょう。あ、にんじゃ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 ん、あぶれあぶれあぶれ、にんじゃんじゃん、危ない、あ、にんじゃ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 ん、あぶれあぶれ、危ない危ない、倒れたくない。まあでもこのゲームの優しいところは、倒れても猿を捕まえた状態からスタートできるっていうのはすごく優しい仕様になってるんじゃないのかなというふうに思うのですが、よいしょ、ここはいけないね、いけないね。ということは中かな、中か、中行きましょう。まだ行ってないところがありそうな予感はするけれども、あ、猿が上にいた。これは撃って落としましょうか。変えます。脱出じゃなくてメカセレクトで、久しぶりにこれ見ましょうか。こうですね。よし、これ見てみたいと思います。レベル7ロー、猿レベル3、素早さに攻撃3、警戒1。昔ライダーごっこで怪我した。まあそういう子供は多いんじゃないでしょうか。撃ちます。フェイ、センキュー、オッケー、ファイナルサルゲーチュー、オッケー、ありがとうございます、ありがとうございます。いいですね、これぐらいの方が結構動画的にもあれだと思うんですよね。2つ入っちゃうと20分超えちゃうと思うのであれなんですけど、パート1でこれぐらいサクサクいってくれれば10分ちょっとかな。ヒロキアタックでちょっと時間かかっちゃったんですけど、まあそれがちょうどいいんじゃないのかなって僕は思ってはいるんですが、ではセーブしましょう。セーブ、あ、セーブこれか、こっちか、よし、ではセーブします。いいですね、現代、近現代、近代か、面白い。忍者がねちょっと困ったけどね。セーブ、これどれぐらいいくんだろう、 30% ぐらいいくかな。おお、いきますね。では次はワビーサビテンプルの次に行きたいと思います。次はワビーサ、ちょっとおかしいですね。まあこの次に次回は行きたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。